では、新作になります駅員歌舞伎、これからご覧いただきます。毎年7月になりますと、駅員祭りで歌舞伎を披露しております。土佐駅員歌舞伎伝承会の皆さんによる歌舞伎です。駅員文化を盛り上げ地域活性化させようと平成5年に結成されました伝承会です。演目は新駅員伝説、時を超え駅員さん、お殿様と会うの段となります。では駅員を紹介します。文化9年1812年、絵師金蔵、広瀬金蔵は現在の高知市に生まれます。江戸で狩野派の修行を積み土佐に戻り、土佐藩の家老の御用絵師に出世します。駅員33歳の頃、古物商の依頼により狩野探幽の模写を描くことになります。しかしこれに探幽の楽観印象が施され、売りに出されてしまいます。駅員は偽絵を描いた戸賀で御用絵師を解任され、お嬢が追放となったと。しかし土佐藩の記録には残っておらず、その真相は、その真相は闇の中。わしの腕ではどうして、どうして、どうか
内緒で頼んではくだされませんか。はい、分かった。お願いいたしまする。承知した、承知した。金蔵殿、金蔵殿。これはこれは、中村屋様、どうぞこちらへ。
らちなやつ、威勢を売りつけ大金を手にするとは不届き千万。お待ちくださいませ。私は一回お絵描きなれば、この中村屋という方に頼まれしばま写しを作っただけのこと、誰に売った覚えもなければ藩友の楽観などまずかり知らぬことでござりまする。中村屋、金蔵はあのように申しとるが、まことか？は、確かに金蔵殿に写しを頼みましたが、匠氏は皆この王冠殿、私もつい魔が差してうかうかと乗ってしまい申し訳ございません。ダイヤ待たれ。私はただそこの中村屋様に藩友の売り先を紹介してくれと言われただけのこと、たくらみだとなんだら一切預かり存じませぬわ。な、本当？何か証拠でも加えるかず。貴様、取り寄せ。母中村屋、弟子金蔵に偽を書かせ金眼偽って恨んとせしこと、まことに不届き至極。よって50日間の受牢を作る。金蔵、王冠については無罪放免といたす。知らぬ存ぜぬでは通らぬと思います。お知らせではご褒美になりましたが、世間の手前、お殿様の手前もいただくことに向きます。この上は運動を進行した方がよろしいのではござりませんか。そちの言うことももっともじゃわの。さあ早くこのことを本当に申し付けてください。早く。これは金蔵、いるか。これは、御家老様、かような家に近々のお越し。いざ、これ。まずこれ。よってその方へは顔を使わす。何
ぬと。金蔵、悪く思うな。しばらくほとぼりが収まるまでこの土佐を離れてくれ。はは、この金蔵、悔しゅうござる。
かたじけない。いや、私のこの内はいかがなされた。先ほどまであそこで司会を務めていた急に風に巻き込まれたようになり、力に気も朦朧としている折々、何やら悪意に満ちた会話を聞いたような。そうだ、自分の司会を録音しておこうと携帯を入れたままだった。もしかすると、しっかり入っておったわ。それは携帯電話。懐かしい。あなた方は一体。あなたも私たち同様、ここへ時間滑落していたようで。時間滑落。平成の言葉で言えばタイムスリップ。ではここは。はい、ここは文政の赤岡でございます。文政慣れればこの時代も住みよいものですよ。ところで、その携帯に入っている悪意に満ちた会話とは。これでござる。おお、これで我らが駅員の無念を晴らせるぞ。あの王冠にお咎めがなければ腹の虫が収まらぬわ。まっこと虫のすかむやつよの。皆の衆、これより大目付の評定所に参り、再吟味を狙おうではないか。あなたも来てくださいますかな。いや、お名前をお聞きしていなかった。私は井上と申します。私は山崎と。私は山中と申します。山中、はい、では井上殿、一緒に来てくれますかな。心得た。さあ、皆の衆、参ろうか。大目付様。お姉様。こりゃ、大目付様のお屋敷の前で騒ぐ不埒者、貴様たちは何者じゃ。はい、我らは金蔵の贋作事件の首謀者を知りし者。確かな証拠を持ってまいりました。何とぞ大目付様にお取り次ぎのほど。何、それでは貴様らはお上の裁きに文句をつけるのか。いえいえ、さようではございませぬ。新しい証拠の品をお持ちしました。ですゆえ、大目付様にお取り次ぎの上、再吟味のほど願わしゅうござりまする。ならぬならぬ、無礼者めが。何、新しい証拠とな。戸を開けて申し遣わせ。母、実は平成の身を世に時間滑落して参ったもの。平成、なんじゃそれは。はい、この文政から申しますと、未来の世は次が天保、その次が皇家、嘉永、文永、文久、万延、ずっと続きまして平成となりましてございます。黙れ黙れ。未来から来ただの時間滑落だの、何の誰事、お前事を申して世の目は難航でな。ああ、いえいえ、息子ではございません。その証拠というのは、これなる品。なんじゃそれは。これは、自分の声を自由に出し入れできる、未来から持参してきたからくりでございます。なんと、ではやってみせ。では、大目付様、失礼つかまつれ。これに向かって、何か一言。これに
りになっていただいたご様子、かたじけなく存じまする。この新しい証拠は、私が平成よりこの文政に参る途中にて、偶然手に入れたるこの会話、まずお聞きくださいませ。懸念には及びませぬ。誰にも分かりはいたしませぬ。なんと、全国別件において捕らえ抑止王冠、これへ連れてまいれ。母、何やろクリア王冠。これはその方の声であろう。しばしお待ちを。あ、電源が入った。するものなり。ははー、
殿。ははー。